はい、今回は、まあ、ご覧の通り AGA 治療についての動画となります。2015年の夏頃からねスタートした AGA 治療ですが、今だいたい4年弱が経過しようとしておりますね。はい、3年目のね、2018年のね経過については、まあほぼほぼ変化がなかったので、まあ報告しなくてもいいかなと思ったんですけど、やっぱりちょっとサボっちゃいけないだろうということで動画にしたいと思います。はい、経過はね、ご覧の画像の通りでございます。はい、まあパッと見はほぼほぼ変化がないように見えると思いますね。はい、特にこのこういった M 字の部分については、まあ増えたとは言い難い感じですかね。はい、ただ注意して見ていただきたいのが、ここ2016年の画像なんですね。で、個人的にはこれはかなり改善したなっていうふうに体感できた年でした。はい、1年目はね、本当ね、ちょっと分かりづらいんですけど、産毛とか、生え際、毛量ともに改善を感じる年でしたね。はい、まあ、これに関するAGA に治療に用いた、薬とかサプリに関しては、概要欄のあるに貼ってあるその1年目の動画をね、ご覧ください。はい、で続いて2年目、これですね。まあ、この2015年が、これがスタート時ですね。はい、で次に2年目、この2017年ですね。で2017年なんですけど、ここはですね、ほとんどその改善っていうか、それを体感できなかったですね。はい、スタート時点よりかはね、2015年よりかはね、毛量とか生え際のこういう細かいところにちょっと産毛とかできてきて、いいんですけども、この2016年のような改善の体感っていう度合いはちょっとなかったような感じですかね。はい、でまあ2017年2年目にどんな、ことやったかっていうのもね、概要欄の方に、参考リンクの動画貼っときますんで、ご興味のある方は、ご覧ください。そして、3年目、はい、ここでちょっと動画にもある、過去に動画上げてるんですけど、ここで治療法をね変えてみました。今までフィンペシアと塗り薬とサプリを使ってたんですが、フィンペシアはやめてザガーロというのを投入してみました。投入理由としてはですね、AGA のそのハゲっていうのは1型2型っていうのがあるんですけど、このザガーロは両方に効くんですよ。うん、でそれで投入してみて、だいたい3ヶ月ぐらいやってみたんですけども、副作用がねフィンペシアよりも強いって言われてるんですね。でそれがなんか私は感じなかったんですけど、で3ヶ月使ってみて、その改善点という意味での体感もなかったので、ちょっとその副作用とが怖いっていうのと、その体感ができなかったので、ちょっと中止しました。でそれに伴って3年目は AGA 治療自体をほぼほぼやってなかったですね。はい、でその結果がこの最後の、2018年のこの画像ですね。でまああんまり変化はないように思えるんですけども、やっぱりやめてしまうと、髪の毛が細くなったり、生え際が元に戻ったように感じました。比べてみるとね、変化はないんですけども、もと個人的なその微妙な感じの差なんですけどね、特にね、なんでしょう、今まで2016年、2017年と、この2枚目、この2つにはなかったこととして、その細かい抜けが枕についたりとかで、2015年以前のようなことが起き始めましたね。はい。なので、あれちょっとやっぱりやめちゃうとダメなんだなぁなんていうのはやっぱり思いましたね。でいろいろこうサイトとか調べてみると、やっぱり皆さんやっぱり効果がある年と、それからずっとやってくると停滞期っていうんでしょうかね、効果がなくなってしまう年、っていうのがあるみたいで、でやめちゃうとやっぱり元に戻っちゃうみたいですね。だから現状維持というふうに考えて AGA 治療と付き合っていくというふうに考えようかなと思いまして、2019年の今年はですね、1年目と同じ、治療方法でやっております。で4年目に関する動画はまた夏以降に 1年経ってから出したいと思います。はい、果たしてねその効果のほどはいかがなもんでしょうかということで、はい、
で、まあ、今回の3年目のね、治療経過報告動画は以上です。はい。概要欄の方にね、さっきも申し上げました通り、参考動画、それから私が使っている AGA 治療の薬やサプリメントのリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご覧ください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらね、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。今回は以上です。バイバイ。